下等役の桜井さんに質問があります。あ、はい。下等と乙骨が戦っているシーンで途中から下等の声色が変わったように感じましたと。え？今人間の本当に自然驚いた顔見ました今。最後までいきますよ。最後までいきますよ。声色はね途中から変わったような気がしましたと。ね感じたのもね時押しねみちゃんはね。下等は桜井さんのこのビブラートのかかったような大人の色気あるその声色の印象が強かったんですが、乙骨との戦いで次第に高揚してきたところから息が浅くなるような高めの声に変わっていった気がして、より強く下等の感情の高ぶりが伝わってきて、見ていてよりすごく心拍数が上がりました。これは私の気のせいでしたでしょうか。その通りです。ちょい桜井さん待ってください。気持ちよくなってる下等っていう瞬間が私も見てて思ったんですよ。これ桜井さんは作詞じゃなーって思いながら見てたら天才ですね。そしたらもうそういう風に同じように感じました。ちょっとなんか、感じました。なんて言ったらいいんだろう。性的に興奮してるんだこの人。もう一度言ってもらっていいですか。すいません。桜井さん主役じゃなかった。性的に興奮してたんですか。いやちょっと否めない。否めないんですか。なんかこう没頭してたかもしれないです。だから狙ってたというよりは出ちゃった、なってた、そうなってたっていうのが多分正しい。ありますよね、それね。大橋さんからどうなんですか。なんか途中からぐーんとこう、なんかやってた時は必死だったんで結構こうガーガーって言ってるから、でもあの劇場で見てあーって思いました。素敵と。なんか流れができてますよね、入り込める。じゃあ、東京市のエミさんは別に気のせいではなかったんではないかってことで、そうです。そうです。桜井さんが気のせいです。そうです。桜井さんの気のせい。一生性的って書かれるよね、やばい、やばい。どうしよう。性的に興奮しながら、こうしていた男と言われますよ。やばいですよ。そうですね、って今さ。千葉県のハスリさん、息子と見てきました。バトルシーンの迫力、日常パートの会話、とても楽しませていただきました。桜井さんに質問させてください。はい。どちらかというと正義役が多いね印象ですわ。下等役演じられる時どのような点を気をつけて演じられたんでしょうか。そうですね、なんだろう、僕楽しかったんですよね収録。その、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、いろいろ考えたんですよ。いろいろ考えて準備していって、で実際お二人と一緒に収録したら楽しくなっちゃって、あとはもう最後までゴールまで駆け抜けてた感じだったんで、なんかどこを注意するっていうよりはもうなんか自然とああなってったんですよね。だからなんかその いい集中力のままペース乱さず息上がらず走り切れたっていう感じなので、それってやっぱ現場の中でもやっぱりすごくやってて、まあやりやすかったっていうか、いやもう、いやそれはもう最高でした。そうですか。あと5時間ぐらいいけるなと思って。そうですか。乙骨は主人公なので、その彼のドラマの起承転結が起きてるんですけど、下等も結構ちゃんとあるんですよそれが。だから、僕とかって結構消化不良なんですよ。なんかこの振り幅に結構限界があるというか、そんなに大きく振り幅がない状態だったんですけど、やっぱ完成品も見たし、アフレコを一緒にした時も思いましたけど、お二人は何だろう、最後にこう消耗しきって、もう全部出し切って終わるっていう流れまでが美しかったので、もう羨ましかったですよ、やっぱ見てて。五条先生も結構なんかほら、あのギャグなところと振り幅とかはあったし、あとこう振り幅ありますね。静かにさ、おじさんたちと喋ってる、偉い人たちと喋ってる時となんかその一年生ずっと喋ってる時と、 あとこう独り言言ってる時とちょっと違うじゃん空気が、はいはいはいね、なんかそういう振り幅はすごい先生もすごいちゃんとあって、そこはありました。うん、でもやっぱ発散羨ましくて。さっきからそれずっと言ってるんですよ、なんか。発散するのって体力使うけど、やっぱりいいですよね。いや、そうですね。気持ち良さはあります。気持ち良さありますよね。見てる側もやっぱり気持ちいいですし、そこに当てられますから。これからですね、じゃあ。これからですね。どういうエールの無理なのか。今違う目線でした。共演者の目線じゃないですか。これからありますよね、みたいな。